はい、本日はですね、こちらノースフェイスだけで秋のコーディネートを組んでいきたいなと思います。ということで、僕の独断と偏見で適当にいろいろと着ていきたいなと思いますので、例えば、居酒屋行く時の格好ですよねとか、授業参観行く時の格好これでいきましょうよとかいう適当な提案をさせていただきますので、よろしくお願いします。ではですね、一番最初、この4点でパッていきたいんですけど、最初はまずデナリから行きたいなと思います。秋といえばね、やっぱりフリースは欠かせないんですけど、まあ、ノースフェイスのフリースっていうと、まあ、デナリが一番いいかなと思ったんで、ちょっと今回デナリをチョイスしてみました。ではですね、まずノースフェイサーコーデっていうところでいきたいなと思いますので、ノースフェイサーコーデがこちらですね。アルパインライトパンツというパンツを履いて、こちら L サイズですね。で、靴もウォータープルーフっていうスニーカーの防水のスニーカー履いてるんです。これ全部ノースフェイスでございます。で、ノースフェイサーといえば大体こういう感じのコーディネートになりますし、これでそのまま店頭に行くとスタッフの人と間違えられます。すいません、在庫ありますかって聞かれて、あ、すいません、僕スタッフじゃないんですっていうのが、これノースフェイサーコーデということになってるんですけど、ただ最近ノースフェイスのスタッフさんでこういうコーデあんましてなくて、どっちかって言ったら次のコーデの方がスタッフさんっぽいかなと思うんですけども、それがですね、カーゴパンツをね合わせていきたいなと思うんですけども、まあ、その前にこれどういう時に履くかっていうと、僕ねマジでこのまま5年前学校の先生やってる時マジでこの格好やったんですよ。ほんまにこのままの格好で学校で授業をしてたから、めちゃくちゃ動きやすいんですよ。動きやすいし、あったかいし、授業で集まってきたら上脱いだらいいしっていう、これね学校の先生に向いてるスタイルなんですよ。かもしくは動く系とかスポーツとかやってる人とかやったらまあいいかなと思うんですけど、まあスポーツやったらナイキとかね着ると、アンダーマーとか着ると思うから、これ学校の先生にめちゃくちゃねバッチリのコーディネートっていうことで、ほとんどの人が学校の先生じゃないと思いますので、じゃあ次はねエセショップ店員になりましょうか。こんな感じですね。エセショップ店員っぽく行くんやったら、もうなんかパンツをとりあえずでかくしといたら、まあソールっぽくなるっしょみたいな感じでやってみました。だからこれどういう時にいいかというと、買い物の時ですね。ノースフェイスの店舗行く時にノースフェイスの服着ていくのどうなんっていう人いてるんやけど、ショップ店員の人からしたらあんまそういうの見てないんですよ。てかむしろそれの方が、あ、うちのお客さんやっていうのが分かりやすいから、そっちの方が熱心に接客してくれる可能性あるけども、来てなかったら、あ、この人うちで可愛いのかなとかって思うから、意外とこれ着ていった方がいいっていうのがあるあるやと思うんですけど、まあ、これで着用していきますと。でその時にもう一個ね、あるあるやなと思うのが、ノースフェイスの店員さんってジャケットノースフェイスやけどパンツノース履いてない時多くないですか。あと靴もなんか違うニューバランスとかバンズとか履いてるイメージあんねんけども、まあ、そこにこう対等に喋るっていうね。買い物行った時に、あ、うちでよく買ってくださってるんですね、まあ、ノースフェイスロゴ入ってますよね、買ってくれてるんですね、はい、たまに買わせてもらってます、ありがとうございますみたいな感じになった時に、2人でこうやって喋ってると、こんな感じで喋ってたとしても、周りのお客さんが見たら、あいつ明らかにお客さんで買わされてるなっていう雰囲気には見えへんじゃないですか。ちょっと対等っぽいエセショップ店員感があって、あ、そうっすよねとか言って、たまに全く関係ない洋服とかパッて取ってね、あ、でも確かになんか今年は結構ダウンとか遅いとか言うてはりましたもんね、大体いつぐらいに入る感じなんですかとかってこうやってたら、もう大体店員さんが喋ってるんかなって周りから見たら思うぐらいエセショップ店員スタイルなんですね。これが今っぽくしようと思ったら、パンツとりあえずでかいの履いてるから、それで、まあ、男の人で言うたらちょっとワイルドにしたいとか、ちょっと色気出したいって言ったら、パーマ当ててヒゲ生やしといたら、もうそれはもう色気出てきたり、なんかちょっとそれっぽくなるじゃないですか。もうそれと一緒、太いパンツ履いてるときは今っぽいっていうところで勝手に独断と偏見で決めております。そして2つ目っていうのが、ちょっとノースフェイスっぽくない感じでいきたいなっていうことで、次はねベストを使ってみたいなと思います。でベストを使った時どういう感じがいいかなっていうことなんですけど、それはね、おもんないところで言うたらね、こういう感じでもうそのままこうやって着ちゃったら、別にこれはこれで普通なんですけど、まああまりにも普通すぎるよなっていうことなんで、ちょっとここらで間に色味入れて、ちょっとこんな感じ、秋のデートドライブスタイル、季節ちょっとデート行こうか、しかもドライブで行こうかって言った時ってやっぱ袖ない方がいいから、でもちょっと重ね着しとかんと夜は寒いじゃないですか。で日中はそんな寒ないくて紅葉綺麗やねなんて言ってるけども、帰りの時にちょっと寒いなってなってくるから、まあちょっと一応重ね着しとこう、暑かったら車の中に置いといたらいいしみたいな感じのスタイルっていうのが、こういうドライブコーデですね。これはこれでもういいんちゃうかなと。しかもノースフェイスっぽくないじゃないですか。だから、あ、ちょっとなんかカジュアルな感じでもロゴ見たら、あ、ノースフェイスなんやみたいな感じもいけるし、もっと言うとね、近所パチンコドライブスタイルっていうことになってまして、カップルでパチンコされる方っていうのは、まあこういうスタイルでいいんじゃないけど、実はよく見たらパンツもこれノースフェイスなんですね。ノースフェイスの防風パンツを履いてるので、寒いんちゃうって思われるかもしれないけど、実は風通さないんですよと。ただこれ注意点ね、僕 XL で履いてるんですけど、ちょっと丈短いんですよ。なのでサイズワンサイズ上でもいいかなっていう感じなんですけど、意外とこれ使えますのでね、パチンコ行かれる方、競艇行かれる方、これちょっとラフな感じで行くのはいかがかなっていうことで、ちょっと西海岸風にしてみました。アメリカのちょっとロサンゼルス寄りっぽい感じにしたんですけど、逆に次東海岸風にこのベストを使ってね、全く違う感じにしようかなと思うんですけど、まあ、これが海ドライブスタイルなら、次は電車もしくはタクシーカフェスタイルっていうのをやっていくんですけどもね、それがね東海岸風、まあ要はニューヨーカースタイル
けですよね。そうなった時とかに、まあ、こんな感じでちょっとノースフェイスっぽくないんやけども同系色でちょっとブラウンでいっちゃいましょうかと、ちょっとかっこええちゃいますって言って、まあ、ほんまはこう足元革靴とかがいいんやけどちょっと今革靴ないから、まあ、こういう感じで行くっていうのは、まあ、あのありもありでね、秋っぽい感じになってくるから、まあ、このままカフェのボトル持ちながら歩くっていうのもこれで僕のイメージの中では雑誌なんですよ。雑誌のイメージ、これでもうサファリですよね、こうオーシャンですよねっていう感じのイメージなんで、ノースフェイスって言っても結構その幅スウェットからこういうスラックスまでいける。でしかもこのスラックスウォームパンツって言って、なんとね値段がねハイブランドではなかったんで確か2000円ぐらいやったんですよねこれ何のパンツなんやねって話なんだけど、これがねワークマンのパンツで1900円でございます。でウォームパンツなってるから、こうしかもジャージ素材で見た目は結構かっちりしてるんやけども、めちゃくちゃなんていうのこうジャージ履いてる感じやから、そんなにもう実はノースフェイスとかとこう相性いいというか、見た感じはめっちゃ綺麗に見えんねんけども、履いてる感じはただジャージ履いてるのと変わらないん でそれでいてこう綺麗に決まってくるんで、これいいじゃんと。でワークマンで僕この秋冬パッて見に行った中で、僕の近くの店舗に置いてるのはパンツはこれぐらいしかいいのなかったんですよ。であとはちょっとまあ微妙やなと思ったんで、これだけどっかのコーデの時にぶち込もうと思って買ってみたんですけど、まあ、ブラウン系で合わすんやったらもう絶対合うよねっていう色味ですよね。こう皆さんが思ってるノースフェイスのイメージとは一気にこう変えていくっていうのがこの東海岸系ですよね。次がまたちょっとノースフェイスっぽくはなるんですけど、それが何なんかっていうと、こちらのねレトロマウンテンライトジャケットを使おうと思います。ほんまはラオウを使おうと思ったんやけど、ちょっとまあ僕のラオウもう見飽きてるやろなと思ったんで、僕がもうオレンジ着てるシーンってもう見飽きてるし、そもそもオレンジ似合う人って少ないから再現性ないんで、こっちの方がまあ使いやすいかなっていうことで、ちょっとこちらでいきたいなと思います。はい、ではね次はねこちら、まあマウンテンパーカー使って、パンツはね山本パイセンを使っていきたいなと思うんですけども、これの僕の勝手なイメージはね授業参観、自分の子供の授業参観の時とかに、まあ、これでさっと行くんですよね。まあ、秋口授業参観ありますよね。ほんなら絶対目立つから、子供より目立っていくから、で誰々君のお父さんかっこいい、誰々君のお父さんなんかおしゃれって言われるじゃないですか。もうこれは授業参観はもう目立ちに行くんだと。俺の我が息子、俺の我が娘がもうこれから学校で舐められないように、あそこのとこのお父さんここからしたら怖いよと、あそこのとこのお父さんとにかくイケてるよと思わせるっていうのがまず大事なことですから、子供の様子見に行くのが二の次、子供が今後地位を高い状態で行けるためにはパパママの存在も大事なんだということで、こちら授業参観コーデということになっております。まあこれ学校の先生あるあるなんですけども、授業参観終わった後って先生同士も喋るんですよ。ほんならどこどこのお父さんすごいなとか、どこどこのお母さん若いなとか、そんな話結構してるんですよね学校の先生ってね。皆さんの学校の先生がその話してるかどうか知らんけども、僕らのところとか結構みんなしてたんですよ。だから人間やからそれはするじゃないですか。ってなった時に 100% 言われます。どこどこの誰々君のお父さん真緑やったねって言われると思いますけども、ええんやと、開き直ったりということで、まあ、僕は授業参観こんな感じでね、迷惑かもしれないけど子供に嫌がられるかもしれないけど行ったろうと思っておりますっていうのが、これがね授業参観スタイルになっておりまして、大体普通のパパこのキムタク締めしないでしょ。キムタク締めしてこの下見えさすっていうスタイル絶対せえへんから、これやってたら、あ、タクゾーの YouTube 見てるな、タクゾーの YouTube かもしくはキムタクが好きやなっていうのがねこれでわかるんじゃないかなと思います。まあ、このマウンパめちゃくちゃ使い勝手いいから、基本的にはノースフェイスのマウンテンパーカーめちゃくちゃ使い勝手全部いいんで、次は居酒屋とか行った時のスタイル、特にまあ同級生とかと会うってなった時にここまでワイドめのパンツってそんないらんかなと思うので、そういう時はねこれしかもウールやからちょっと洗ったりできないっていうところを考えた時に、まあ、もうちょっと洗えるような感じ、居酒屋スタイルっていうと、はい、ということでね次は居酒屋スタイル、まあこれはもう地元の同級生とか、まあ、仲いい人らだけで集まるってなった時に、あんまりこう調子乗ってこうぐるぐる肩回していって18番お箱ですよみたいなね、一丁羅ですよみたいな感じで行くのもどうかなと思うから、まあこれぐらいちょっと砕けた感じで行くと。パンツとかもこういうまあ加工してるやつとかやったら多少汚れたりしても、それはそれでエイジングというか味になるじゃないですか。だからちょっとソース飛んできた、醤油飛んできたってなったって、まあ、それはそれでかっこいいかなと思うから、そういう細かいことを気にせんでいいと。しかもジャケットも別にソース飛んできても防水やから全然濡れることないし、ケチャップ飛んできてもなんてことないから、どこの店でもいけると。で行ったとて、もし臭くなったら洗濯をぐるっと回しちゃえば OK っていうスタイルになってるので、まあ、これがね居酒屋スタイルと。これで言うとあれですよね、さっきの2番のベストの時の東海岸スタイル、タートルネックの時と比べたら同じブランドでも全然やっぱ雰囲気違うかなと思うんですけど、まあ、これはいかにもなんかノースフェイスらしいような感じかなと思います。で最後がで、ね、パンツをベースに合わせてみようかなと思ってます。それがこのカーゴパンツなんですよ。ノースフェイスから出てるカーゴパンツ でコーデュラの生地使ってて、あと何やったかな、なんか虫歯寄ってこないとか、なんかそんなんあったんかな、まあ、そういう細かいことはどうでもいいんですけど、これをベースに合わせていきたいなと思います。このパンツにあとフリース、そのフリースを合わせて、これはもう公園スタイル、子供と一緒に公園遊びに行くとかってなった時はもうこれぐらいラフな感じでいいかなと。でしかもまあどれも洗濯もできるし、だいたいね日曜日になったりしたら奥さんがねちょっと出かけてきてと、もう頼むから子供3歳4歳の時にね出かけてきて、疲れたからゆっくりしたいから出てきて言われるのが土日のお父さんの役目なんですよ。だから公園見てくださいよ、お
父さんばっかりやから、土曜日と日曜日の午前はお父さんが公園に行くってもう日本の法律は決まってるんですよ。だいたい3歳からまあ小学生上がるぐらいまでは。でそれはもうお母さん嫁さんのポイントを貯める曜日でもあるわけなんですよね。ってなった時にどうせ行くんやったら寒い思いしたくない、じゃあフリースでちょっと行こう、でしかも汚れてもいいやつってなったら、まあ、この辺って洗えるし、まあ、えっかっていう感じで行けるじゃないですか。で元々パンツがカーゴパンツでミリタリーやから、もう絶対ミリタリーとの相性なんかええに決まってるから、まあ、この辺は黙ってこれでいけばいいと。そしたら大体そのお父さん連中の中で服好きな人は声かけてきます。あれこんにちはみたいな話、毎週来てるんですかなんて言われたりした。あそうなんですよって言って、いつもあれですもんねって、こういうミリタリーとかお好きなんですかって、まあまあまあ好きでみたいな。絶対そっから仲良くなるんですよ。で仲良くなって飲みに行ったりしだすんですよ。飲みに行ったら飲みに行ったらまた嫁の機嫌悪くなるんですよ。でも早く帰ってこい言うてるやろって言われて、ごめんって言いながら帰らなあかんっていうのが、まあ、大体世のお父さんのね悩みなんですけど、まあ、そういった世のお父さんの縮図を表したコーディネート、日曜日の午前のお父さんはこれだよっていうスタイルをねさせていただきました。これはねもう50、60になった方とかやったらね、そうやった昔はそれしてたわっていう感じだと思うんですけど、僕は今はそれしたことないけども、大体公園見てたらいつもそうなんですよ。だからあそうなんやろなと思うんですけど、こんなスタイルと。でそれ以外にやったらちょっとまあカーゴパンツやからもうこんなんばっかりっていうのもあれやから、ちょっとこのパンツをベースにちょっと外出かけれるような感じのやつってなったりしたら何があるかなと思ったんですけど、このねちょっとまあ柄のある、まあ、ハイブランドの20万ぐらいしたのかな、25万ぐらいしたやつかな、こういうのをねさっと合わせてもらうだけで、ちょっとお出かけとかはもうだから午前はこれでフリースで行きましたと。で午後に関してはこのハイブランドっぽい感じの柄のやつを着ることによって、ちょっと奥さんと買い物スーパー行くでーって言われたりしたら、ちょっとまだ汚れてる土だらけのフリース行かんといてよと、あ分かった、じゃあこれで着替えるわパッていける。このハイブランドの名前がワークマンっていうブランドで、これがですね MA1 タイプユーティリティジャケットの2500円でした。すみません値段もあの桁2つぐらい間違えてたかな、2500円ということで非常に安いんですね。でちょっとカモ柄っていうんですかね、ウッド柄っぽい感じのスタイルになってて、まあこんなロンティーとかと合わせて、しかもこんなカーゴパンツで男っぽい雰囲気の柄やから、男っぽい雰囲気で合わせたらそれ合うじゃないですか。でペイズリーとかやったら、これがペイズリー柄やったら合わへんけども、まあ迷彩柄やったらもうどう見たってこうミリタリーな感じやけど、まあ、ジャケット自体がこう MA1 なんで綺麗めな感じで着れるじゃないですか。まあこれでもうちょっと買い物行こうか、スーパー買い物行こうってなったらこのスタイルなんですよ。そしたらいちいち余計なこと着替えやんでいいんですよ。上だけパパッと着替えただけでもうそれでこの日曜日のスタイルは OK になってます。で夜も奥さんが料理作るのめんどくさいと、ご飯食べに行こうか、スシロー行こうかって言った時なんかも、もうこれパッて上羽織っていったら OK って感じになってますので、このね超ハイブランドそっくりっぽいっていうか、ハイブランドでありそうなこういうワークマンの2500円ですね。25万円じゃなくて2500円でした。2500円のジャケットをねこうパッて羽織っていくっていうのもねいいんじゃないかなと思います。まあ、これもワークマン行った時にパンツはさっきのスラックスが一番いいなと思って、ジャケットに関しては、まあ、これが一番ねパッと見た時のクオリティの高さとか、まあ、柄の質の良さとかって考えたら、まあ、今年のワークマンで言ったらこれが一番いいんちゃうかなって個人的には思ったんですよ。もちろん機能性とかで言ったら X シェルターってやつがあったりするから、それとかもすごいいいと思うんですけど、これねわりかしちゃんと裏地とかもついてるんですよ。で裏地がついてて、まあ、リブとかもちゃんとあって、まあ、リブはこれは言ってもポリですけどね、ポリエステルのリブやからもうコットンの風合いとかはまあないけども、まあ、ワークマンにはポリのその力があるから、これこのスタイルで僕おってね、あの人ワークマン着てはるわって知らん人からしたら分からへんじゃないですか。これワークマン絶対見えへんから。ただこれでねパンツをデニムにしちゃうとこれダメなんですよ。これをデニムにしちゃうとどうなるかっていうと、所ジョージになっちゃうんですね。所ジョージさんやからかっこいいけども、これをおじさんがするとほんまのおじさんになっちゃうから、ミリタリーとデニムってかっこいいんやけども、ちょっとあまりにもそのコテコテすぎるから、もうこういう時はね、まあ、カーゴパンツでも黒とかあんま分からないような感じにしといていったらどうですかなんていう話をさせていただきました。ということで、まあ、デナリジャケット、ベスト、マウンパー、カーゴパンツっていうことでバーッと着ていったんですけども、まあ、秋口になったら結構何でも着れるというか、幅も広いし、今回あえてデニムとかも出してないし、レザーも出してないし、まだまだいろんなもん出してないんですけど、まあ、極力僕の視聴者さんの中でね、ただこれ楽しんで見てるっていう人しか僕おらんと思ってたんやけども、中にはね、数人参考にしてくれてる人いてるんですよ。だから、ちょっとやっとかなあかんなと思って、僕ふざけてるだけだったんですよ。ふざけてなんかエンタメとして面白いと思ってくれたらいいなと思ってただけだけど、いや、実はあれ参考にしてるんですっていう方もいらっしゃったから、あ、じゃあちょっと定期的にやっとこうかと。で、それがなかったら、思いついた時に適当なやろうと思ってたけども、秋は秋で求めてもらってるからやろうと。でじゃあ冬は冬でもし求められてたらまたやろうかなって感じなんですけど、まあこういったところで今回はねノースフェイスだけに絞ったコーディネートで、極力色味も使ってこういろんなバリエーションのあるような感じでやってみたっていうことになっております。まあ、皆さんから見ててね、たくさんお前これもっと似合うと思うでとか、これの方がええと思うでっていうのがありましたらね、ぜひ教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ノースフェイスの秋コーデを組んでみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。